こんにちは、マサです。今日はロシアが金の国際基準を目指すっていう話です。ロシアの財務省がモスクワワールドスタンダードを作るって言ってます。もちろんこれが本当に実現するかどうかはわかりません。なぜかというと、ロシアだけではできないからです。いろんな国を巻き込んでいかないといけないからです。 なんでこんなことをやるかというと、ロシアの貴金属生成業者6社がロンドン貴金属市場協会の会員資格を停止されちゃったからです。ロンドン貴金属市場協会から認定されたゴールドバーは非常に信用度が高いんです。つまりゴールドバーの製造技術が高いっていうことなんです。 ですからこれが世界基準になってます。日本で言うとロンドン貴金属市場協会の認定ゴールドバーは12社あります。田中貴金属、特力本店、三菱マテリアル、日本マテリアルとかね。ロンドン貴金属市場協会から認定されていない会社が作ったゴールドバーもありますからそういうのは買わない方がいいです。 買取価格がちょっと下がってしまいますということなんでロシアはモスクワワールドスタンダードを作るって言っているわけですけどさっきも言ったようにロシアだけけででではできないわけですそこでユーラシア経済連合の中央銀行そして大手銀行と一緒に価格決定委員会を作って価格を決めていくって言ってるんです。 ここがよくわからないんですけど、固定価格にするって言ってます。多分、第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制みたいなことをやりたいんでしょうけど、当時は1トロイオンスあたり35ドルで固定されてました。こういうことを目論んでいないと、価格決定委員会に中央銀行は参加しませんからね。 結局、金本位制みたいなことをやるっていう話になってくるんですけど、ここまで大きな計画だったら失敗します。ここまで大きな話ではなくても、ロンドン貴金属協会みたいな世界基準を作るだけでも大変です。金の価格は、ロコロンドンの価格をもとに決められているんですけど、この価格決定権をロシアにも なないといけないとけけわでですすごく大変でしょロコロンドンは英国にある4つの指定された銀行のどこかに口座を作ってそこで取引をして価格が決まっていくわけですもちろん一般個人ではなくて商社とか銀行なんかが取引をやってますアメリカドルで取引をやっているんですけどその価格が 円建て金価格の元になってます。ですから、モスクワワールドスタンダードを作るって言ったって、品質だけではなくて、こういう価格決定権も持っていかなくてはいけませんから、非常に大変なんです。難しいんです。もちろん、ロシアが金本位制度をやるっていうのも無理です。100%無理です。では以上です。ご視聴。 ありがとうございました。